皆さんこんにちは。映画闇金やルーキーズで人気を博した俳優の市原隼人さん。そんな市原隼人さんは実は結婚しており、奥さんはモデルの向山志穂さんであり、今では立派な父親です。今回は私生活が謎に包まれた市原隼人さんと向山志穂さんの結婚生活や、ガーシーさんが自身の有料サロンで明かしたある疑惑について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。1987年2月6日生まれで、現在36歳の市原隼人さん。小学校5年生の時にスカウトされ芸能界入り。最初の仕事は日清食品スパオーの CM でした。2001年には映画ビリーシュシュのすべてで主演。その後2004年にウォーターボーイズ2フジテレビで連続ドラマ初主演。同年主演映画偶然にも最悪な少年、金城秀則役で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。そして2008年、ネガティブハッピーチェーンソーエッジ、僕たちと駐在さんの700日戦争、神様のパズルの3本の主演映画が公開。同年4月、3年ぶりに出演した連続ドラマルーキーズ TBS テレビで兄や圭一役を演じています。この作品は同年10月にはスペシャル版ドラマが放映され、翌2009年5月には映画化作品が公開されました。また同年11月、ルーキーズでの演技により第58回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。自転車の3倍近い得票数を得ての初受賞となりました。その後も俳優オリジナルドラマにも出演するなど、日本国外でも活躍されています。そして女性ファッション誌のモデル向山志穂さんとは2014年9月21日に結婚しています。向山志穂さんは1985年9月6日生まれの38歳なので2歳年上ですね。当時極秘入籍と話題になったそうです。そんな2人の馴れ初めはどのようなものだったのでしょうか。2人は向山志穂さんがファインというファッション雑誌の仕事をしていた時に、モデルたちの集まりで利用していた飲食店で市原隼人さんと出会ったといいます。その飲食店は市原隼人さんの行きつけのお店だったようで、2人はそのお店で何度か顔を合わせていたものの、話す機会がないままに時間が流れていました。しかしある日、向山志穂さんの友人を通して市原隼人さんの方から連絡先を教えてほしいと言われたのだそうです。もともと市原隼人さんの大ファンだった向山志穂さんは2つ返事で OK し、連絡先を交換しました。向山志穂さんはその日のうちに食事へ誘ったものの、なんと市原隼人さんはこの連絡をスルーし、そのまま2ヶ月間返事がなかったそうです。このまま終わってしまうのかと思っていた矢先、市原隼人さんからよかったら一緒に食事をといった内容の連絡がありました。向山志穂さんは2ヶ月前に送ったメールを無視して、誘うのは失礼ではないかと市原隼人さんに怒りをぶつけたそうです。その時市原隼人さんは仕事が入ると集中して連絡等が取れなくなってしまう性格であることを明かし謝罪。これに向山志穂さんは納得し、これ以降頻繁に連絡を取るようになったらしいです。そして2回目のデートで市原隼人さんの自宅に招かれて料理をご馳走になった向山志穂さん。しかもペスカトーレとサラダ、ビーフシチューという凝った料理でした。男の人でもこんな凝った料理ができるのかと意外な一面を見せられ、その魅力にはまってしまったそう。その後4回目のデートで告白されて交際に発展したといいます。また2012年4月27日発売の女性セブンでは、神奈川県内の超高層マンションで半同棲状態であることがスクープされていました。向山志穂さんは当時から市原隼人さんの恋人として地元では有名だったようです。結婚した際には妊娠していることも明らかにしており、約3年間の交際を経て妊娠を機に結婚へ。この時報告されたお子さんは2014年11月に誕生。
性別は女の子で、2023年で9歳、小学校3年生になる年齢ですね。市原隼人さんはオフの日には家事や子育てをすべてやっているそうで、向山志保さんも安心してモデル活動を続けることができているのでしょう。市原さんは子育てに疲れている向山さんのために花の形に切った人参を茹で、ウインナー、ベーコンエッグ、キャベツの千切り、ブロッコリー、漬物、明太子、佃煮、味噌汁とこだわり抜いた朝食を用意。さらにバレンタインにはガトーショコラを作ってくれたとのエピソードもあり、向山さんによるとおむつ替えもしてくれるのでママのようとのことでした。2018年には家族でディズニーランドを訪れたエピソードも明かし、仲睦まじい様子が公開されていました。こういったエピソードから SNS 上には、ああ市原隼人の嫁になりてえ、市原隼人の嫁もめっちゃ幸せだろうな、どんだけ徳を積んだら来世で市原隼人と結婚できるんだろうと、市原隼人さんの嫁になりたい、結婚したいなどの声が上がっていました。夫婦関係は良好そのものと思われますが、暴露系 YouTuber のガーシーさんが有料サロンで暴露した内容が SNS などで拡散され話題となりました。なんとガーシーさんがゲイ疑惑のあった成宮博樹さんが市原隼人さんと関係を持ったという情報を手に入れたと暴露したのです。その内容は、成宮博樹さんは野崎健という彼氏がいるにもかかわらず市原隼人さんと関係を持った、ガーシーさんに垂れ込んできた人間は成宮博樹さんと市原隼人さんの行為を目撃していた、市原隼人さんはノンケといったものでした。あくまでもガーシーさんの一方的な発言であり、証拠なども一切示されていなかったので真偽のほどは不明ですし、もし真実だったとしても向山志保さんと結婚する前なのか後なのかも不明です。しかしもし事実ではなかったとしても、成宮博樹さんとの関係が噂されることで市原隼人さんの俳優としての活動や向山志保さんの結婚生活にも影響が出る可能性も、実際に市原隼人さんの事務所がこの情報が流出しないように動いているとも語っていました。坂口健太郎さんや伊藤英明さんもガーシーさんに売疑惑をアウティングされていますが、現在何の声明も出していません。いかがでしたでしょうか。子育てにも協力的で家族仲も良好に見える市原さん夫婦、ガーシーさんのこの発言から現在に至るまで市原さんサイドからの見解は公開されていないため真偽のほどは不明ですが、この噂がお二人の中に影響しないことを祈るばかりです。いかがでしたでしょうか。今回は市原隼人さんと向山志保さんの結婚生活やガーシーさんが自身の有料サロンで明かした疑惑についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。